本日やってきたのは岡崎市連雀通りにある銀海ラーメン。かごた公園から徒歩30秒の距離にあります。渋すぎる店構え。階段を上がって2階に行くと音が大きい店という注意書き。ラーメン屋とは思えぬおしゃれな店内。席はカウンター席が7席程度。こちらがメニュー。どれを選んでも外れなしですが、今日は夏限定の肉つけ行かせていただきます。海苔がかかった中太の麺と見るからに濃厚そうなつけ汁。それではいただきます。しなやかで歯ごたえのあるもっちもちの麺をつけ汁にダイブ。自家製ラー油がピリ辛ですが、溶き卵のマイルドさが加わって旨味たっぷりの濃厚な味わいがたまりません。牛肉がまた絶妙なのよ。ネギやゴマもいいアクセントで美味しすぎました。カウンター席の反対側はラーメン屋とは思えぬ雰囲気で、大量のレコードや本、アパレルグッズなどが並びます。レコやさながらのラインナップについついレコードも購入。ここでしか味わえない体験をぜひ。